対面のままぐんぐん上昇。宙返りをするようにロールをしながら戻ってきました。さっきは離陸直後に戻ってきました。コントロールを決めて上昇開始。 1,2,3。 さあ、そして飛行機の勢いが止まってきて、ここで周音返してきました。さあ、背面フラットスピンです。最初から大技を入れてきました。上昇しながらぐるぐる回っています。ナップロールを決めていますよ。さあ、急降下。さあ、やってきました。さあ、4ポイントロールの後、コンビネーションロールぐるぐる回って、はい、こちらでロールをしながら展開をしています。ローリングターン。Thank you.
木の葉のようにひらひらと回りながら降りてきます。セブドも抜くのも大変難しい技、見事に決めてくれました。さあ次からは離れ技の連続ですよ。飛行機の不思議な動き、皆さんよく見てください。もう飛行機がでんぐり返し、それはタンブルラムシマ、見事に決まりました。ガスモークを浮いて再び螺旋を描くように上昇しています。さあ次は吉室屋、空中で飛行機を停止させます。さあそして松坂様に、はい、背面で今水平行に移りました。さあここでまた不思議な動き、ラムシェバ、もう一度ラムシェバ。さあラムシェバックをしながらターンをしてくれています。ローリングターンならぬダウンシェバックターンですね。非常に難しい。そして今ローリングターン、さあ再び上昇です。45度の角度から上昇しナップロール。さあそして飛行機がまた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 ここでヘリコプターのように止まってきました。さあ皆さん分かりますか、ヘリコプターのようにホバーリングしてますよ。そしてはい再びバック、自分の煙の中に入って降りていきます。これはコルキューロールというウルトラ D ランドの技。さあ綺麗に決めてくれました。さあここで飛行機のまたこの変わった動き見てください。車のようにきれいになりました。これが吉室屋のオリジナルの技、インホイールスピンです。さあここでまた再び不思議な動きをしてくれますよ。はい、もうこれでは落ちる。もう止まりそうですよ。止まった。わお、バックしてますよ。再びここでテールスライド、離れ技の連続です。上昇上昇上昇、出てきました。さあ吉室屋、これからはゆっくり降りてきて皆様にご挨拶。さあやってきた、お腹を見せてのナイスエスパー。さあここからは皆さんシャッターチャンスの連続です。さあ皆さんいい写真を撮ってください。カメラを持ってない皆様はどうか大きく手を振ってください。再び会場を右手の方向から気をつけて低いところ背中を見せての高速大フェンチ。さあ皆様が手を振っていただきますと吉室屋をどんどんサービスしてくれます。さあ再び左側の方から今度は少しスピードを落としてお腹を見せてやる。さあ斜めに飛んでいます。この飛行機お腹にも窓があります。皆様の様子が吉室屋からはよく見えます。さあ手を振っていただきますとどんどん見てくれると思いますよ。なってくれるかな、くれるかな、くれるようですよ。はい、再び右手の方からスピードを落として、そして背中を見せての低速ダイブエッジパス。さあ低いところ
分かったでしょうか。さあ、そしてこれが吉室屋の最後のパスとなります。翼を振ってゴーインだ。皆さんの前に戻ってまいります。本当にあっという間に時間が過ぎてしまいました。さてディープブルースは今後も国内外のコンビショーに参加し、大勢の皆さんにアクロの魅力を伝えたいと思っています。次回のイベントは11月7日埼玉県で行われるコネスカイフェスティバル2010に参加いたします。最新の情報はブルースのホームページでご覧になることができますので、ぜひアクセスしてみてください。またディープブルースのグッズではイベントでだけに入らない T シャツ、ワッペン、ぬいぐるみ、DVD などのオリジナルグッズがありますので、ぜひご覧になってください。はい、吉室屋帰ってまいりました。ウェルカムホーム。さあ、カシトールのこちらの方の、はい、左手の方のお客様にも吉室屋多くでご挨拶です。さあ、ブースの方、こちらの方には今回今原太郎、こちらの写真集 Sky is the Limit が福島でも販売されています。長期にわたり吉室屋と今原太郎が一緒に作り上げた写真集ですので、この機会を見逃しなく、限定で数に限りがありますので、お早めにお求めください。またブースでは吉室屋の再開も行っていますので、ぜひお越しください。皆さん、チームディープブルースのラジオはいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。はい、ありがとうございます。今後もディープブルースはエアショー活動などを通じて、皆さんに奥深いスポーツをより楽しんでいただけるように頑張ります。さあ、コンビが帰ってまいります。